主題歌を作詞した INI 高塚宏夢さんにインタビューしてみた。この曲は映画の主題歌っていうこともあって、映画の世界観を歌詞に込められたらなって思ったんですけれども、そのためのワードチョイスをすごいこだわりました。この曲は映画の主題歌というのもあって、主人公ルスランの成長の姿と僕たち INI の成長してきた姿を歌詞に込められたらと思って作ったんですけれども、ルスランだったら愛するミラが、僕たち INI だったらいつも、応援してくれているファンの皆さん、ミーの皆さんの存在がすごい大きいかなと思ったので、成長する上でのそういった大切な人の力っていうのを歌詞に込めました。この曲は新しいことに挑戦しようとしている人がなかなか一歩を踏み出せないっていう時にそっと背中を押してあげられたらと思って作った曲なので、何か悩んでしまって落ち込んでいる時とかに聴いていただけたらいいなと思います。はい、いつも応援ありがとうございます。この曲は前から僕がもし作詞をしたらこういう曲を書きたいなって思ってたものがすごい形になった歌なので、たくさん聴いていただけたら嬉しいです。